ジョルジェカラジョルジェビチは、セルビア王大使、ユーゴスラビア王、アレクサンダル一世の2位。元セルビア公、アレクサンダルの長男、ペータルと、その日のモンテネグロ公女、ゾルカの長男として、モンテネグロの首都、キニエで生まれたが、幼い頃に、母ゾルカが死去したため、父や子弟と一緒に、ジェノバやロシアを転々とする生活を送った。 ジョルジェがロシアのアレクサンドル2世陸軍主管学校で学んでいた頃の1903年、古国セルビアで宮廷クーデターが起こり、オブレノビチ家の国王夫妻が軍の将校たちによって暗殺された。将校たちは新たな国王としてカラジョルジェビチ家の課長であるチチペータル一世を迎えたため、ジョルジェもこれに伴い、セルビア王大使とされた。しかし1909年、 ジェルジェは腹を立てて、自分の召使いを蹴り殺す事件を起こし、大い継承者の地位を弟アレクサンダルに譲ることを余儀なくされた。ジョルジェは敗着後もセルビアに残り、バルカン戦争や第一次世界大戦でもセルビア軍に従軍、1914年には戦場で重傷を負っている。1921年に父ペータル一世が崩御して、弟アレクサンダル一世が即位すると、 元来の多い継承者だったジョルジェと国王の対立は深まっていった。1925年、アレクサンダル一世はついに兄を逮捕し、ジョルジェは精神錯乱であるとの宣告を受けて西近郊の精神病院に幽閉された。アレクサンダル一世が1934年に暗殺されると、ジョルジェは新しく、殺傷となった重帝のパブレによって解放されるだろうと期待していたが、 パブレ・は彼を遊兵し続けた。第二次世界大戦が始まり、ユーゴスラビアを占領したドイツ軍によってジョルジェは、ようやく解放された。第二次大戦後、共産主義政権の指導者、ヨシップ・ブロズチ頭は、カラ・ジョルジェビチ王家の者全員を、国家の敵と宣言したが、王家の全員の中でジョルジェのみは国内に泊まることを、許され、ベオグラードに陰性した。 1947年、60歳で、ラドミラ・ラドミッチと結婚したが、夫妻の間に子供はなかった。1972年に、ベオグラードで死去し、トッポラのオプレナツにある聖ジョルジェ教会のセルビア王家の墓所に葬られた。セルビア王大使ジョルジェ、ありがとうございます。